今日は秋晴れで青い空が見えて久しぶりに気持ちがいいわ。ここ木と黄色と緑が混じってて可愛い。なんか行くしいと思って本持ってきてゴロゴロしたいぐらい気持ちいいのに。本当だね。1時間しか外にいられないって悲しいわね。あ、見てほら、なってるあれ。これこれ、これマロニエ。マロニエ？あ、本当だ。全然トゲ別に痛くない。栗とやっぱちょっと違う感じ。ほら見て、これ葉っぱ綺麗だから押し花に、押し葉にしたらいい。押し葉だって、押し花じゃないかな。うん、花じゃないじゃんね、押し葉。見えてきた、池。うん、池出てきたね。ちょっと井の頭公園みたいじゃない。あ、そうだね。本当に行ったことあるの、井の頭。あるよ、忍ばずの池だろ。違う、それ上野じゃん。何言ってる。井の頭公園って忍ばずじゃなかったっけ。それ上野。え、上野、あ、そうだっけ。井の頭公園。井の頭公園って何があるんだっけ。池。池あるよな、あれ忍ばずの池じゃなかった。忍ばずの池は上野だっちゅうの。井の頭公園の池。ここさ、なんか柵とかないのがすごいよね。チャポって入れちゃうんだけど、ほら。チャポ、すごいカモメとかいる。足場犬、足場犬ちゃん、かわいいわ。めっちゃ飲んでるぞ。柴犬は今、パリで大人気。美味しそう、美味しそう。ワンワン、ワン。すごく平和だわ。あ、見て、白鳥、ほら。なんかすごい食べてる。ほら、ほら、ほら、顔出てきた。あ、また入った。ああやってるとなんか白い、あれみたい。ゴマアザラシ。だってほら、見て、アザラシみたいじゃない。すごいたくさんの人がいます。で、なんかこんなお花も咲いてる。綺麗な秋の花。なにこれ。やっぱ秋美しいよね、この公園ね。いつも美しいよ。じゃあ、ここ閉まったりするのかな。一応するんじゃない、たまに。門あるってことは閉まるってことだろう。あ、ほら、川の眺めも素敵だよ。ここボートにも乗れるんだよ。知ってた？うん。知ってた？うん、知ってる。撮影で使った。あ、そう。なんでそういうこと言っちゃうの？ダメだな。でもボート乗ったことない。そう。うん。私ボート漕ぐの得意だよ。得意そう。うん。あれどっからあのパゴタみたいなのに行くの。パゴタはね、向こうの入り口だよ。あ、ここにある？そばっかつかないでよ。え、ここにあるの？あ、じゃあそこね。うん。なんか変な声がする。ん？何の声？あ、ほら見て、なんかいい感じだよ。気持ちがいいよ。水面がキラキラとしています。シャラー、どうですか。綺麗じゃない。はい、どうですか。うん、ありがとう。水面がキラキラしているの。なんか銅像があったっぽいよ。でもポキって折れちゃったんじゃない？ほら、あってポキって、あ、すごい音が響く、ここ。ああ。ここさ、音響くね。ここポキって折れたんじゃないの？銅像があって。はい、分からない。ここにこうやってさ、なんか
こういう考える人みたいのがあったんだと思った。それなのにポキって折れちゃったからな。ここからも水面に降りれるみたいだよ。ほら、すごい。よいしょ。こらせ。あ、すごい。シャバシャバいってる。見て見て。あ、なんかいいよ。とても。あ、楽しいよ。滝。どうやって？ほら。どっから水来てんだろう。ここでこうさ、ジジスってあのなんか滝に打たれたりできる。ん？だから私はいいの。なんか煩悩の多い人だから、そう、煩悩の多い人がやったらいいよ。私はないから。こっちもあるよ。ここどうなってんのかな。どこに続くのかしら。なんか人のお家みたい。すごい。でもなんか鳥が戦った跡みたいなのがある。鳥戦ったんじゃないし、別に抜けただけじゃ羽が。でもこんなに抜けなくて、すごい激しい戦闘の後に。それうちの猫をあれしてるでしょ。違いますよ。イメージ源として違う違う。すごい多分クワーッてなんかもうギャーッてやったらブワーッて抜けたんだと思うな。これどこに行けんの。どこにも行けない。多分そのまま向こうに戻れると思うんだよ。戻れなければ向こうに行けない。じゃあ、もう行かない方がいいんじゃないの。そんな獣道行きたいの。結構な獣道だよ。これ獣なの。よいしょ。そんな風にして行く。大丈夫大丈夫。あ、見てほら、これなんかクリスマスのやつみたいんじゃない。これクリスマスのだよね。違うの。クリスマスのっていう名前ではないの。クリスマスのヒイラギ。ああ、そうかな。風味じゃない、うん、あそこに歩ける道が戻れるよ。どこ。あ、本当だ。あ、カモ。あ、見て、すごい、あのみんなが合流する感じで食べられる、うん、あ、ほら見て、一斉に、あ、違った、違う方向に行った。一緒にはならない。あ、入った。あ、そこにご飯があると思ってみんな駆けつけた。そうなの。そうだよ、絶対そうだよ。ほら、一緒になった。 5羽で一丸となって魚を探している。あそこなんか木がすごい赤くて綺麗。何の木かなあれ。綺麗だね。よく見えないのよね、最近。でもなんか赤っぽい葉っぱもいっぱいあって綺麗だね。赤と黄色と緑と茶色。この木すごくない。うん、すごい。なんか不思議な色。あ、先端だけなんか実がついてるから緑で、葉っぱは茶色くなってるんだ。ほら。あ、なるほどね、うん、面白い。オラウータみたいじゃない、この色。確かに。ここにもほら、なんか綺麗なピンクの花がいる。結構秋に咲く花ってあるんだね。うん、知らんかったけどあるね。うん、なんか、あ、すごい綺麗な葉っぱだった。やっぱ見て、ほら、赤くて綺麗。あ、すごいね。うん、どうかしら、こういうグラデーションにするの。素敵。綺麗だね、ほら。どう？こういう絵柄。あ、なんかいるよ。ん？何これ？あれだよな、クジャク。違う。いや、ほんとほんと、ここクジャクいるんだって。そうだけど、これクジャクじゃないよ。これはクジャクじゃないよ。あ、じゃあ、これクジャクじゃないの。あれ、でもクジャクいるよ、本当に。どう見てもクジャクじゃないじゃん。これはウカな。アヒル。アヒル。アヒルってこんなんだっけ。アヒルじゃないよね、この人たち。ガチョウ。
なんかそっちとかそっち系？すごい水かきが大きいわ。この穴はあの人たちがつついてるから穴開いてるのか。ほら、どう見てもなんかいっぱい穴が開いてんなと思ったけど、この人たちがあえてつつくつんつくってするから、穴が開くんじゃない？すごいガフガフいってるの。ガフガフって。ゴホゴホって。何食べてんのかなこれ。虫？葉っぱ？あ、ここすごい池が見渡せて綺麗だよ。いいね、なんか夏もいいけど、春と夏もいいけど、秋の紅葉した公園も綺麗だね。小さい秋、見つけた。その後なんだか忘れちゃった。はい、お茶入れました。ありがとう。くーちゃんめっちゃ寝てんね。よいしょ、座れるかしら。よいしょ。で、ちょっとお茶入れるかお待ちください。で、このさ、お茶面白くない？これね、ティーバッグなんだけど、よいしょ。これさ、引っ掛けら、2個入ってるよこれ。今これ引っ掛けておけるし、でね、こうしてね、ピリッてしたらね、ジューって絞れるの、ほら。へぇ、すごい面白くない？すごいね。すごい発明だなと思って。なんてとこなんですか？テリーとかいうとこ、フランスのだったと思う。ちょっと待って、見てくる。テトリーだった。ほら、テトリーってやつね。すごくない？このね、ポットが壊れやすいから気をつけないといかん。はい、よいしょ。よーっと。くーさん、ぐーぐー寝てる。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。食べよう、食べよう。はーい。わーい。ありがとう。美味しそう。なんか、いつもミルフィーユじゃないのにしようと思うのに、ミルフィーユにしちゃうんだよな。好きよね、ミルフィーユね。大好きなの。やっぱ、外に出れないから、こういうケーキとかでたまに息抜きをするといいね。まあさ、なんか1日1時間出られるし、で、近くに森があるからまあいいけど、でもそれでもやっぱり普通には出かけられないしね。でも口の中に毛が入ってたからもう一回やって。どういうこと？口の中になんか毛が入ったの。なんで？そう、まあ、うちはさ、ナプキン持ってこよ。自由？うん。そうなの。なんだっけ？何の話だっけ？いいよ。ごめん。うまっ。よかったね。うん。美味しそう。うん。俺もミルフィーユ食べたかったな。本当？ミルフィーユなんか一回も食べようとしたことないじゃん。マルコはミルフィーユ頼むのからよ。え、なんで好きなもの頼めばいいじゃん。なんか2人でミルフィーユ食べるのもなんか面白くないなと思って。ミルフィーユ食べる時もあるよ。でもなんかマミコにミルフィーユ、じゃあもう一個何頼もうかなっていう感じだね、気持ち。でも別にお互いは結構とかしないじゃん。そうね。なのに好きなもの食べればいいじゃん。まあね、うん、なんかミルフィーユの席がなんか奪われた感じがするんだよね。実はミルフィーユじゃん。いつもミルフィーユ。だって私好きなものを食べたいの。まあでも俺は別に他のもの好きなんだけど、最近マミコが食べるからミルフィーユが食べなくなったなって感じ。なんでふーんとしか言いようがない。好きに食べればいいじゃん。あ、そうなんだけど。いや、そうなんだよ、別にいいよ、じゃあ食べるよミルフィーユ。くれよそのミルフィーユ。これは私のもんだから。ちょっとちょうだい。やんだ、ちょっとだけ。いや、このクリームのところちょっとだけ。なんでこのクリームくれよ。いや、そんな意味ないじゃん。それミルフィーユじゃない、フィーユじゃん、それただの。はい。だってクリーム、その、そっちのケーキと一緒だと思うんだけど。うん。なんで俺あれになったの、ところで、さっきの。あれ、うん、あれは、見栄えがいい。ただ俺絶対食べないよね、あんなフルーツの入ったやつとか。なんか。なんで俺これなんだろうな、すごい思ったの。あれって思って。チョコレート系は黒くて、茶色くて。まあそうね。
いや、分かるよ、確かにあっちの方はフォトジェニックだと思うよ、うん、でもなんか、いつの間にか、これ俺のなんだってすごい。いや、ちょっと違う、私がそっちを食べて、なんかもっと違う見栄えがまたいいやつをそっちに食べてもらおうかなと思ったんだけど、食べさせるって俺別に犬じゃないから餌じゃないから。そしたら、あれってみんなミルフィーユもあれそんなに見栄え悪くないなって思ったので、じゃあミルフィーユでいいじゃんってそれだけです。で、自分がミルフィーユ食べたひどい話だね。自分も好きなもの食べられちゃう。はい、そんな感じで今日は秋の森の様子をちょっとお伝えできたらなと思って出かけてみました。そしてついでの出かけ駅まで食べちゃいましたけど、いかがでしたでしょうか。また次回も見ていただけたらと思います。ではまた。ボロボロキッチンでした。